次にお送りいたします曲はニューシネマパラダイスメドレーです。この曲は当吹奏楽部のために作曲家のパクスヒョン先生が編曲してくださった曲で、2021年度の定期演奏会にて初演されました。原曲の美しさが生きるアレンジ、また弦楽器の響きを彷彿させるようなアレンジになっています。この繊細な美しさを存分にお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
の子のオープニング主題歌に使用され、瞬く間に世界的に人気の曲となりました。放送から1年経った今でも人気の楽曲を妖精サウンドでお届けします。妖精の可愛いアイドルたちと京都まで駆けつけた私たちにも注目してお聞きください。それではどうぞ。また譜面にもある通り Y、M、C、
が星空だったということから、この曲名が付けられました。皆さんも空に浮かぶ星空を空白とさせながら、歌詞の内容にも耳を傾けてください。それでは、合唱曲、コスモスです。
から何とか持ってくれてますので、こちらの方でお聞きいただいているお客様も別に楽しみにお願いします。それでは、曲、ダンコールで、講習曲を演奏します。アメリカの、マーチオフと呼ばれているジョン・フィリップ・スーダーという人が宇宙のビートルズですが、この曲を、演奏します。宇宙のビートルズ、美しいものの中で一番美しいものを見たことがあります。エピソードとしては、このジョー・フィリップ・スーダーという人がある人に人を応用して、その人のことを思って、書いたというふうに言われている美しい個人です。それで、最後はお会いしたいと思います。この後も、3時から4時から、あと2回演奏しております。3時のプログラムは、このプログラムとまた違う曲を用意しておりますので、もしお時間ある方は、ぜひお聴きいただければと思います。本日は誠にありがとうございます。